ミュージックボイスをご覧の皆様、こんにちは。つばファクトリーです。谷本亜美です。小野瑞穂です。秋山真央です。ヤフールドです。私たち椿ファクトリーは2月22日に10枚目のシングル、間違いじゃない、泣いたりしない、スキップスキップスキップ、君と僕の絆フィーチャリングキキをリリースしました。イエーイ。今回のシングルは3曲あるんですけれども、まず1曲目、間違いじゃない、泣いたりしないはすごく洋楽っぽさがあって、初めて英語の歌詞があったりと、新しい椿ファクトリーを見せていける曲になってるんじゃないかなと思います。そして2曲目、スキップスキップスキップはとにかく可愛いが詰まった曲なんですけど、アミはこの曲どうですか？なんか可愛いですし、あの注目ポイントが私の、サビのところのちょっとっていうところがあるんですけど、ちょっとなので見逃さず見てもらえると嬉しいな。ミュージックビデオでもすごく可愛く映ってるよね、アメリカンな感じだし、そうそうそう、待ち合わせ前に聞いてほしい。ああ、いいね、ドキドキするね。では3曲目の君と僕の絆、フィーチャリングキキはですね、あのキキとかそのメンバーに向けた歌詞がすごく私は好きで、もう聞いてるとついつい涙が出ちゃいそうな歌詞、皆さんにも共感していただける歌詞がたくさんあるなと思いますので、ぜひたくさん聴いてほしいなと思います。なんかもともとさ、椿夏にいただいた曲だったじゃない、あの12人の曲としてフィーチャリングキキバージョンじゃない予定だったのに、なんかめっちゃキキにぴったりじゃんっていう歌詞がいっぱいあって、え、すごってなった、そのバージョンができた時。そのために作ってたみたいにね。ルノは？私この曲は、なんか椿ファクトリーのなんか私たちの巣みたいな感じの曲だから、ちゃんと椿ファクトリーのことを知ってもらえる、この曲を知ってもらえるなって思いました。聴いたら知ってほしいね、はい、たくさん聴いてもらえると嬉しいです。以上、椿ファクトリーでした。